皆様こんにちは、カズチューブです。今ちょうどね、これは池田から箕面に入った中央線っていうね、さつき山のまあ、ふもとまではいかない、中腹まではいかない、その間ぐらいの道ですね、丘ですね。ここから大阪平野見ると夜景が綺麗なあたりなんですけども、桜ヶ丘、これずっと右に折れますと、阪急箕面線の桜井駅の近く、今桜ヶ丘2丁目というところを通過しております。この両脇の桜並木が綺麗でね、もう葉っぱになってますが、そういう状況でございます。さて、新緑が綺麗な季節になってまいりましたよ。で、いつもでしたらね、大体僕は教室に今向かってるんだけども、名神高速道路のね、バージョンですが、今日は一般道です。箕面市に入りまして、池田箕面の山の手っていうのはすごい綺麗なのよ。緑がいっぱいあってね、はい、田舎っちゅうことかもしれませんが、適度に田舎で、適度に都会に近くてみたいな、典型的な郊外ですね。サバーブスっていうことになりますけどもね。さて、今日はね、野球が、オリックスさんの野球がない、心穏やかな月曜日でございますよ。昨日の夜からさ、今日はやっぱり穏やかでね。で、明日から、ファイターズ2連戦先週の札幌ドームも2連戦その前も東京ドーム、実は火水木と3連戦あったのはファイターズ戦で、ファイターズはずっとこれ、いわゆる火水木、まあこの2週続けては火水なんだけども、ここに当たるんでさ、ピッチャーが同じなんだよね。でオリックスに関して言うと、山本由伸と、宮城大弥は一回登録抹消されてずれましたので、そこはね、ちょっとずれたんだけども、先週と同じ感じになってくるじゃない。で明日はまさにその先週と同じということで言うと、山岡投手、タイちゃんですよ。山岡投手がオリックスの先発で、一方のファイターズは加藤貴之ということで、加藤投手なんてもうずっと一緒っていうか対戦してるよね。東京ドームのゲームは終盤紅林君の一発で追いついてみたいな感じのゲームでしたよね。苦しめられました。で前回は大城君がホームランなど打ちましてね、なんとか序盤で、点を加藤投手から取って、ゲームを決めた。山岡投手が素晴らしいピッチングだったというね、そんなゲームだったんだけども、さあ明日神戸でのゲームになりますが、さあどうでしょうかということで、で山岡投手に関しては、前回もね、長いイニングは、投げてくれましたし、今シーズンずっと傾向でいうと、実はキャンプからね、山岡投手の場合は先発で行くのか、あるいはこの中継ぎで行くのかっていうのはまだ決められていなかった、そういう感じでスタートした、シーズンだったんだね。で実際問題、その、今年の初登板っていうのは中継ぎ登板だった。でその一試合中継ぎでやって、その後先発に回ってきたんですが、キャンプからも本人に聞いても、どちらでもいいですけどもみたいな感じ で監督は、去年 の手術の影響もあるんで、頭からその先発で行くというふうには決めてませんということを中島監督もおっしゃっていて、状況によってね、先発もあるいはこの中継ぎも両方睨みながらという感じの調整だったんで、僕らもどうなるのかなと思っていたんですが、シーズンに入って1試合中継ぎで、あとは全部先発で回っていて、でそれがさ、やっぱりちゃんとゲーム全部作ってくれていますもんね。だからオリックスの場合は先発投手の勝ち負けっていうのはあまり関係なくて、内容を見ると総じてみんながいいと、いうことなんですね。だから明日の山岡投手の場合はずっといいし、実際この先週も素晴らしいピッチングを対ファイターズに、対してやっているわけでね。だから期待しましょう。京セラ大好きなタイちゃんではあるんですが、明日はね、ほっともっと神戸のゲームなんだけども、ホームゲームなんでね、期待したいなと思います。で加藤投手、また左腕が来ます。で大体いつもそう簡単に打てるピッチャーでもないし、低めの変化球を中心に、打たせて、取るピッチャーですが、でこの前の、
土曜日のゲームか、マリン戦の佐藤翔馬投手もね、まっすぐ、カーブ、チェンジアップのほぼ3球種だったんだけども、低めのチェンジアップを全部こう引っ掛けて内野ゴロの山というゲームだったんで、きっと感じのピッチングで相手も明日加藤投手も来るんでね、そうなると、その前回、前回は打ったんだけども佐藤翔馬は打てなかった、そこを同じ左腕の低めの変化球に対して、どうバファローズが対処していくのか、これがポイントだね。中島監督が試合に関して言うと、打つ方に関しては工夫がなかったみたいなことをおっしゃっていたんで、さあ明日は、左腕の低めの、変化球に対してどんな工夫を見せてくれるのかということですね。で、日曜日のゲームに関して言うと、今シーズン最多の8得点、4月2日以来の5点以上という5得点以上というゲームだったし、ようやく2桁安打もね、16試合ぶりに出たということだったん で5月に入って初めての勝ち越しというところでいい流れ作ってるんでね、なんとか、2連戦なんで、初戦落としてしまうともう勝ち越しはないわけよね。だから、なんとしても初戦を取るということはすごい大切になってくるんで、山岡投手のピッチングにも期待したいし、ね、早くこの前みたいに援護点をね、やっぱり先発ピッチャーを楽にしてあげたいっていう、そういうゲーム展開になればやっぱり見ていても楽だもんね、やっぱりね、そういうゲーム展開になればいいなと思っています。実はファイターズも今さ、調子いいんだよ。4連勝、先週ワゲスパックで札幌ドーム負けてから、オリックスがあそこから、あの勝利から日本ハムは4連勝です。この前はソフトバンク相手にホームで3立てよ、スイープしちゃいましたよ。でしかも、今ファイターズはホームランも打てる、一番リーグでも一ホームランの数多いんだけどもね、この前はダブルスチールスクイーズ、ダブルスチールって日曜日のゲームよ、機動力も絡めながら、小技も使いながらという中での、得点でね、なんか一発だけではなく細かい野球もさあファイターズできるなということね。松本剛選手がね、打率も今トップ走るし、その中で出塁しては盗塁も決めて今トップタイなのかな、それぐらいトップかなね。そうだよね。だから機動力も使えるというね、ことですので、大技小技があるファイターズ、今決して強いよファイターズ。順位だけで判断しちゃいけない、それがパーリーグの恐ろしいところよ。最下位にいるから弱いという図式はこれ成り立ちません、この投資はね。だから全然もう油断ならないというか、むしろ格上と戦うつもりで、頑張らないといけない、そんな気がいたします。というわけでね、明日まず初戦、神戸のゲーム、明日明後日は今シーズン初めての神戸、昨日も僕は何かで申し上げましたけども、去年の日本シリーズの第6戦以来の神戸でのゲーム、今年はオープン戦も神戸では行いませんでしたから、そういった意味では久しぶりの神戸でのゲームということになりますね。日本シリーズ第6戦はもう極寒6度5度という中での、ゲームだったんですけども、11月の終わりね、それから比べればとっても穏やかな天候のいい季節のナイトゲームということになりますので、ぜひ皆さん、お越しください。で、明日明後日は花火も上がりますよ。5回終わったねハーフタイムに、花火が上がりますので、ぜひ、花火ナイトの方も楽しんでいただけると思いますので、ぜひ、神戸の方にお越しくださいませ。同じホームゲームでもね、やっぱりこの京セラと、あとホットモットーでは随分その感じも違うしね、それぞれが特徴のある球場なんで、明日は自然の中でのボールパークでのゲームになります。相手はファイターズ、ビッグボス神戸三条という感じではあるんだけども、いやちょっとファイターズ怖いんだけどもね。で、明日実況担当させてもらいます。この前勝ちましてね、よかったなと思いながら、昨日も帰って勉強していたんだけども、明日もまた頑張って喋ります。明日はね、解説は塩崎誠さんです。ということで頑張っていきますんで、よろしくお願いします。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今ね、さつき山の中腹よりちょっと下ぐらいを走る中央線、から美濃市役所のところを右に折れて、いわゆる、豊中亀岡線、
僕が言うところの昔の新美濃街道、今で言うところのロマンチック街道、全然ロマンチックじゃないロマンチック街道を、走っております。大阪は豊中市ですね。大阪の郊外でございます。というわけで、なんでロマンチック街道って言ったんだろうね。僕の子供の頃はね、今ちょうど今ね、あの信号止まったんだけど、これ下をね千里川が走ってる。千里川って川があるのね。これがやがてずっと下っていくと最後稲川に合流するのかな。千里川という川のね今、橋梁橋の上に今止まってますけども、懐かしいな。昔何にもなかったんだけどな、この辺。まあこの新美濃街道と呼ばれていた時代の、道、両サイドにはもう何もなかったんだね。確かこの辺にあるあの小学校の名前が野畑小学校、野原の野に畑だよ。もうそれ見て、その文字からしてもいかにも何にもなかったっていう感じがするでしょ。今おそらく、その小学校が今できたとしたらもっと違う名前になっていただろうね。どんな名前になっていたんでしょうか。というわけで、これ左に曲がると小野原豊中線って美濃の方に行きますね。小野原だったら T 岡田選手の地元かな、の方になりますのね。という感じです。というわけでロマンチック街道何回も言いますが、全然ロマンチックじゃないロマンチック街道を今走っております。まあ、緑は多いんだけども、昔はもう今両側にはもうなんかね、今は何にかとあるよ。まあ、あのスーパーマーケットもあれば飲食店が非常に多いね。飲食店が多いんだけども、昔は何にもなかったんでね。というわけで、はい、まさにこれね、野畑交番前という今交差点を僕は、昔はなんか野畑だったね、野原に畑しかなかったんだよね。今なぜかロマンチック街道、何回も言うなってね。というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。今からどこに行くかって、スタバに行くんですよ、ロマンチック街道の。じゃあね。